また遊びに来てね私もヒヤヒヤしましたごめんなさいご心配をおかけして皆さんにもね心配をかけてしまって申し訳ないですはい今日の夕方から配布されてるんだええー、寝たのかと思ってましたそうですよね絶対寝たと思ってましってましたよね <laughs> ごめんなさい本当にお待たせしてしまって立ち見最高楽しかったならよかった 遠征した甲斐がありましたよかったお疲れ様ありがとうあキョッピーのもあるんだええー、中ちゃんは大丈夫ですなんか今日の定点じゃない DMM 見たらすごい顔が丸くて悲しかった今日めっちゃ丸かった顔これユアちゃんのアバターなのえ何そのアバターブームなのアバターええー、夕ちゃん何ですかこれガンダムですか 待ってたよごめんねお待たせてしまってごめんね今日も本当は楽しかったよかった楽しんでもらえてえめっちゃ汗かいてるやばい <laughs> 山ごもりええー、頑張ってきてください暑そうこの時期に山ごもり分 <laughs> からんけどうちは見つけてくれてありがとうこちらこそありがとう なかちゃんはアバター作る権利持ってるんですけどあのアバターは作らないって決めたので「2時2時かわいい」にこれ「カエル2時2時」かわいいすごいね一気にみんなのアバターがあー私もあの100日以上なあれなんで1年かそう1年以上やってると作れるんですけどあえて作ってないので皆さんも。 赤ちゃんの豚は期待しないでください。そうじゃあかいにゃんタイヤキングきた。本当にごめんねこんな遅くなっちゃって。<laughs> <laughs> あレッスンみんな届きましたありがとう。今日はミキちゃんと見つめ合ってきました。このミラーボールは誰なの？そうギャルピしてるけど。 届きましたもちょっと訳あって今日持って帰れなかったので、あのー、8月1日までちょっと劇場に預けちゃったんですけど8月1日に持って帰りますあっキちゃんがこうミラーボールアゲアゲなんだね <laughs> 確かにきょうちゃん最近ミラーボール好きだよね生誕ティーもミラーボールだったもんね こんばんばはみんな元気中坂は今日は結構元気公園終わりだけど走ったからすごい目がさえてますいつも走って帰ってこればいいんかな個性豊か確かに10人と色って感じがしますね中坂さんはちょっとみんなが10人と色でいてほしいからアバターは作らないので皆さんも ババラバラアバターでお願いします今日ピンクピンクでしたかわちかわちメールで送った画像さあのー、どうですかメールで送った画像かわいかったくないかわいいの送っちゃおうと思ってみんなにだけウィンブルドンのピンクの画像送っちゃったけどねはいまあ、ちょっとサッカーの話はまた明日以降しますねグローリーからのウィンブルドン見れて最高だったありがとうございます もう今日はまた今日は八神さんのポジションに戻ったんですけどなんかそれがすごい不安でいっぱいでドキドキしたんですけどとても楽しかったですぐったりさんお疲れ様中坂さんはなんか足の変なところに豆ができてめっちゃ痛い <laughs> なんでこんなところにできるんだよめっちゃ痛い 笑えないいいくらい痛いんですよ今日の朝くらいに朝っていうか行きできたから公演中ずっとそこが痛くて「足痛い足痛い」って飲んでました <laughs> いろんなアバターを得て星3つですいいですね三つ星ってことで帰り遅くなったからアーカイブで確認します確認してくださいヤガンポジ意外だった確かに今日さあの 私がよくやらせてもらってる桑原さんのポジションキョッピーだったんですけどキョッピーが桑原さんやってる時に私が八神さんで出たの初めてかもしれないもんサックか愛かったねピンク良き嬉しいなぁカヌレ欲しいあれ結構あ,れあのカヌレは栄地下にあるカヌレですからぜひ行ってみてくださいなん,かなんでカヌレってファンの方からこういただいたんですけど きみちゃんは昨日まずいい公園に出ていてお疲れ様じゃないですかで今日も手伝い出ててお疲れ様で前きみちゃんとそこのカヌレを食べたのがすごい印象深かったのできみちゃんはここのカヌレ好きかなって思って買いましたそうモンペって何ですかそう心当たりわかんないそう 髪型今日は三つ編み三つ編みするとマジ顔丸く見えるのこの現象何おつかぬれおつかぬれ長ちゃんは食べてないんですけどねきみちゃんにあげましたキラキラ三つ星アイドル中坂さんです カカヌヌレレ美味しいよねでもカヌレ大好きおすすめのカヌレがあるので皆さんもぜひ食べてほしいんですけど三越の中にあるパン屋さんのカヌレがめっちゃ美味しいのでもしよかったら名古屋三越に行くときはね食べてみてください <laughs> 今日うはふがラブリー最近こういう服ばっか着てますねでかえりそう緑なの可愛いでしょでもガラガラでなんかちょっと 冒険しすぎたなって反省してますえそこのカヌレは外をカリッてしててちゃんと中もちってしてるので本当においしいの <laughs> そうぜひおすすめあんまカヌレとか食べないんだけどねそうかえってはないです全然。 明日になったら明日は多分カーゴパンツで一日過ごす <laughs> でも今日はの女の子がなんか中坂の生誕ティーに中坂が持ってるカーゴパンツを履いて会いに来てくれてすごく嬉しかったので私も明日カーゴパンツ履いちゃうもんね前 <laughs> も今日緑だったなんか今日緑の方多かった なんかナイス緑ーって言えるんですけどなんか中坂が緑好きっていうことを知ってる人には通じる言葉だけどいきなりなんか「えなんか緑褒められた」ってなってるよね絶対そう休息するよ休もう休もう休める時に休むのが大事ですからねそうそう知人のパティシエが作るカヌレ絶対うまいやん カーゴパンツ正解で嬉しかったということで長坂も明日それ履くでもカーゴパンツって上に何合わせればいいかが分からなくて難しい <laughs> そうあポスト見た実は今日サイリウムカラーの服で行きましたということでいや嬉しいですよそういうなんかそういう意識めっちゃ嬉しい 長坂も結構青白レンズのもの集めちゃう、ね、め,っちゃさめっちゃ見せたくないけど今日履いてた靴下が青白レンズなんですよ <laughs> 見せないけどねそうだからそう青白レンズのもの集めちゃうんですけど皆さんも是非集めていただきたいなってマドレーヌとカヌレは違いますよカヌレはなんかもうさ外はカリッとちょっとしてて中はモチっとしてるしっとりとかじゃモチです 誕生日アピール失敗わ、誕生日なのおめでとうじゃんお祝いさせてよちょっと待ってコメント見つけるね今日コメントの流れがちょっと早かったわごめんね見落としちゃったどこどこどこーどこだあー見つけられないるるるるるでも誕生日だからお祝いしましょう <laughs> せーのハッピーバースデイトゥーユー,ーハッピーバースデイトゥーユー,ーハッピーバースデイディアお茶さんハッピーバースデイトゥーユー,ーお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうございます。あのこのこ方はは本当は 他に推しがいたんですけど、先日初めてエス公園に入られた時に初めて入った。s 公園で最善を引き当てるなど。 中坂みゆちゃんと実は惹かれ合っててるところが多くて実は中坂美優ちゃんのことが大好きだと思うのでこれからももっともっと中坂美優ちゃん沼に引きずり込んでもっと S 公園にも足を運んでいただきたいなって思いますしあのこれからも中坂美優ちゃんにメロメロになって一生中坂美優ちゃんを推してほしいなと思います。これからも一生生坂推しでですおお誕生日おめでとう おめでとうございます。うん。<laughs> ハッピーバースデー、トゥー、ユー、だよ。そうなの。出会いはドライグでした。<laughs> 出会いはドライグでした。わい、ありがとうです。おめでとうです。よかった、ギリギリ間に合って誕生日の日に。 終身刑終身刑 <laughs> なんか音符つけると可愛い,いからいいねみんなもこれから音符つけようねおめでとうハッピーバースデーです 今日の声マジでよかっったたた超感動ししマジ泣いたわーといいわとうこでで嬉しいめっちゃベタ褒めでもなんか最近中坂って結構公演で顔見知りになった方私の中で顔見知りになった方にあの「今日楽しかった」とか「今日可愛かった」とか「また来てね」とかめっちゃ言うんですけどなんか最近こう自主的に「今日の声も最高だったよ」とか「今日の声も楽しかったよ」って言ってくださるファンの方がすごい増えてめちゃくちゃ嬉しいので。 皆さんもぜひ自主的に中坂に話しかけてくださったら嬉しいですよろしくお願いしますもちろん一生中坂推しですこの方もお茶さん <laughs> 長中坂さんが出てる公演楽しい嬉しいな そう思ってるまま言ってるだけだよ中ちゃんのショールゃべしに見に来たけど君本当にいい子だねということ本当ですか <laughs> 褒められるとちょっと恥ずかしくなっちゃいますねお見送りでいつも「ありがとう」って言われるけどこちらこそ「ありがとう」って気持ちですいやいやもうみんなありがとう <laughs> お見送り見てる時間長かったけど中ちゃんみんなにかみたいようで「うーってなった素敵えめっちゃベタ褒めじゃん <laughs> そう98件使ってくれたのじゃあ絶対当たろうね 話しかける前に楽しかったか聞かれるよ今日中ちゃんに聞かれましたということな中ちゃんかちゃんはあ,のあ,のあそこが定位置なので譲りません誰にもそう中ちゃんの出るケ2ぜひ入ってねでも全然まだ覚えれてなくてもうあせあせ「汗 <laughs> はいいつも楽しいから楽しかったか聞かれると困るだから今日も楽しかったよって言ってくださいそう サイン今日まででと気づいてギリギリそうですよ皆さん今何時何分か分かんないけどサイン会チェキ会抽選会のお支払いは今日の23時59分までですので皆さんまだまだやってない方なんてなかなかいないと思いますけどぜひ <laughs> お忘れの方は今すぐ行きましょう <laughs> 今日は300円おめでとうって伝えましたありがとう嬉しかったですイイイイ 異業で帽子取る前に見つけるのが目標確かになんかもう定点見てても振り振り見てても帽子かぶってるから誰を見て覚えればいいのかが分からんの誰誰誰みたいな定点めっちゃ暗いし難しいね慶痛公園ってそう中ちゃんサイン抽選落ちたんだけど切れてる本当にええー、ちょっと2時頑張っちゃいしましょうでもくるみんのポストは見たよそれの。 ああれあれランドセルはなんかスルーされましたランドセルとは何ぞや <laughs> あと2分ですかあ急げ急げ15分よかった間に合いましたよかったよかったよく考えたらオンライン土平日なんだよねはい土平日の10時からという私もびっくりしましたええー、みたいな こうねまあ、世の中は夏休みとはいえ大体申し込んでくださってる皆さんは社会人だと思いますのでそんな都合よく8月6日が休みだということはなかなかないと思うので、まあ、YouTube なんですけどもうだ私が代わりコメント欄でこう何々さん何秒からとかやっといてあげようか <laughs> そうそう アーカイブで見ますありがとうアーカイブ見るしかないありがとう休み取るっ知ってました平日逆に休みなのでよかった休暇申請しとこうかなえー、すごいランドセルのアンコールありませんよそんなもの徹なありがとう2分前に言われても終わったえまだ間に合う急げ急げ急げ ということで皆さん今日も配信を見てくれてありがとうございました本当にバタバタであもうこんな時間に配信してしまって申し訳ないです明日はもうちょっと明日は一応お仕事が結構遅くまであるのでまた時間は決まり次第言うつもりですが1時間明日はできるようにしたいと思いますネイルの爪の根元が伸びてきてすごいえてるので励ましてください今日は公園にショールームにありがとうこちらこそ公園にショールームに皆さん見てくれてありがとうございましたということで 明日も頑張りましょう中坂は明日も早起きなので頑張りますおやすみ今日はみんなのアバターがいつもと違ったので読みたかったですねぜひ明日もじゃあそのアバターで来てください <laughs> おやすみなさいバイバイブチって切れるまで手振り続けておきます